沢木良次は、日本の実業家。大建工業株式会社代表取締役社長や、同社代表取締役会長、一般社団法人日本建材、住宅設備作業協会副会長、日本製板工業会会長等を歴任した、愛知県出身。1966年愛知、県立名古屋西高等学校卒業。 1970年名古屋大学農学部、臨産学科卒業、大圏工業入社。1999年大圏工業、首都圏重立て営業統括部、長。1999年大圏工業取締役。2000年大圏工業、取締役首都圏重立て営業統括部長。県首都圏開発営業統括部長。2001年大圏工業、 取締役東部住立営業統括部長2002年大県工業常務取締役県常務執行役員2003年大県工業常務取締役県常務執行役員外装材事業部長2005年大県工業専務取締役県専務執行役員営業本部長県事業本部長2008年から大県工業代表取締役 社長兼執行役員社長を務め、パナソニック電工と業務提携を締結するなどした。2014年大建工業、代表取締役会長、日本建材、住宅設備産業協会副会長。2017年大建工業最高顧問。この間、火山性ガラス質材料工業会会長、日本木造住宅産業協会副会長。 日本製版工業会会長等も務めた。2018年春の叙勲で、朝日中受賞受賞。我が友我が母校、名古屋西高校大研工業社長、佐波企業知氏日韓工業新聞に、2011年8月19日、こっち、都市名古屋大学の音楽部臨産学科創立50周年。 新経済人、沢木良治氏、2012年6月9日、掲載北日本新聞2012.06、08、23、49分、ABC 第99期優化証券報告書、PDF999 キロバイト、大健工業、新社長登場、大健工業、 沢木良二氏、エコ、機能材で、市場創出日刊工業新聞、2008年8月8月9日、住宅資材のエコ化は待ったなし大剣工業、沢木良二社長が、激白、パナソニック電工との提携の狙い東洋経済、オンライン2010年5月28日14時3分、大剣工業社長に、苦天し日本経済新聞2014年2月24日、 一般社団法人日本建材、住宅設備産業協会新会長、就任挨拶日本建材、住宅設備産業協会、人事移動のお知らせ大健康業2017年5月22日、アンタイトルド、アルプス株式会社平成29年度定時総会、及び功労者表彰式日本、木造住宅作業協会木材サミット2014、 配布資料集日本木材学会18年春の助訓、曲日、重光明に、徳江慶治氏、5月8日に新樹式、日韓建設工業新聞2018年5月1日一面。ありがとうございます。